みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。2023年何年？あれ何年？トラ？あれね、牛、トラ、ウー、タツ。お正月といえば書き初めをしていこうかなと思ってるんですけど、あの北斎というこの筆を使って塗って、なんかね、今年の漢字を書いていこうかなと思います。で、普通に書くだけだと、まあ、ただインクを、塗ってるだけで書き初めとは言えないじゃないですか。なので、ちょっとした魔法を使って、黒のインクを使って、書き初めしていきたいなと。墨汁で書き初めしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。君は何やってんの？君は、おーい。君は何やってんのかな？おい、ひりおさん！こんにちは。こんにちは。あ、皆さん、いいですか？去年の漢字は、お金の金っていう漢字だったんだって。で、2023年の漢字は、もう決まったみたいなんですけど、実は。なんか、戦うっていう、戦っていう漢字なんですよ。で、これ理由わかんないんだよ、俺。なんで戦なのって。おい、ひろさん、意地悪しないの。戦してる、戦。戦っちゃダメ。意地悪しないの。結局、漢字書くんですけど、まあ、うさぎの漢字を今から書いていきたいと思います。みんなこれ、うって書いたの。一応、うさぎのうって書いたの。見える？あ、見えるっぽい。これは喜びのダンスだ。わかってるって意味だ。すごい、すごいべ。すごいだろ。すごいだろ。うわ！え、うさぎの絵？おい、うまい！うさぎの絵だよ、これ。これ、うまいよ。あ、なんか、ひれおさんが呼んでる。え？え、すごい！待って！これね、うさぎじゃなくてね、みんな見て、これ、見てほしい。え、見て、ひれおさんが書いたやつ。これ漢字読めれますか、皆さん。小学生の子とか読めないでしょ？これ、うなぎって書いてあるわ。漢字で。漢字で、うなぎって書いてある。俺の名前だ。うさぎ年じゃなくて、うなぎ年書いてくれてる。ひれおさんが。優しい。ひれおさん？そういうことか？今年は。今年は俺の年か？そう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 。そう、うなちゃんの年だよ、今年。こんばんは。今日は、スメーシーに集まってもらいました。今回二人には、命を懸けたバトルをしてもらいます。やっていいことは、スペシャルを使うことだけです。最後まで生き残った人が勝ちなので、頑張ってください。みんな見て。今回、カニタンクさんとテイオウイカさんに入ってきてもらいました。新しくアプリで追加されたテイオウイカさんが、カニタンクに挑むところを、ちょっと、そう、戦ってるとこ見たかったので、二人にはこれから戦ってもらいます。もうデスゲームですね。はい、ということで、今からデスゲーム、カニタンクと、クラーケンっていうのかね、テイオウイカに戦ってもらうんですけど、いつもこういうのって真ん中で戦ってんのよ、スメシワールドの。なんか真ん中に変な棒できちゃったので、しょうがないので、ボールの端っこに、我々は追いやられまして、まあ、こそこそと戦って、ね、もらいたいと思います。さあ、始まりました。カニタンク対テイオイカ。テイオイカって、カニちゃんカニちゃん今、テイオイゴリゴリにやられてたぞ。なんだ今の。
黒かったな。せっかくなので第2ラウンド。なんか、面白すぎたわ。あんな絵が撮れるなんて。ちょっと面白すぎたので、もう1ラウンドしてもらいます。あ、始まりました。第2ラウンド。跳ねてます。跳ねまくってます。手を跳ねて、あはは手を強くね、ちょっと手を、なんかアルマジロに、カニがアルマジロになった状態すべて倒していったんだけど。ヒレオさん。はい。今日は何をするか決めてません。え？何もない企画です。何もないってどういうことですか？なんか、やりたいことが見つからなかった、今日は。スランプ？あれだよ、遊ぶときにさ、今日遊ぼう、はい、でも何するか決めてないんだ、とりあえず集まろうみたいな。おー、なるほど。とりあえず集まってみたんだよ。うなちゃんの例えにしては分かりやすいじゃないほんと？うん。一つだけに用意してるのがあるから、ちょっと来てほしい。用意してるんかい。あ、ちょっと来て。あ、ちょっとでいいなら、もう行かないですよ。はい、ちょっとじゃない。だいぶ来てほしいじゃないですか。おぉ、危ねえ。危なっ。うわ、これが作戦だったのか。見ていいでよ、さ。見て。こんにちは。こんにちは。今日はですね、我々二人以外に、一匹のイカちゃんだけ用意しました。はい。はい。でも、この子にも何するか伝えてません。わかんないんだ。わかんない。なんか、とりあえずだから集まってみたいよ、これで。うん。うん、何するかは今決まります。決めて。今、はい。じゃあぐるぐるしよう。何ですかそれ。みんなでぐるぐる回ろう。はい。じゃあ俺先頭で、ヒデオさん2番目で、はい、イカちゃんは多分聞こえないけど真似してくれるかな。やってみよっか。はい、行きまーす。はーい、ついてきて、ヒロさん。あ、見て見て、ヒロさん。すごい、うなちゃん。ほら、伝わった、伝わった。ほら。ヒロさん見て。あれ、ヒロさん。どこ行ったの、ヒロさん。イカちゃんが今一瞬釣られてましたよ。ほんと？僕に釣られてましたよ。で、ヒロさんもなんかやってみて。わかりました。うん。これ真似すんの？どうですか？どうですか？で、俺もやってみるわ。で、これ、イカちゃんが釣られたら。うわっ！うなちゃん違いますよ。何？僕はこの白いとこ飛んだんですから。あ、これ白いとこか。これじゃ伝わるかな？ちょっと難しいですよ、これは。確かに、ここのボツボツを飛べばいいのか。これか。こうか。そうです。そうです。イカちゃんでもミスってるよ。これは僕が悪い、うなちゃん。これ。何ですか？これできるか？見てなかった、もう一回やったよ、うなちゃん。もう一回。うん。これ。あ、僕できます、それ。やって。お、うまい、うまい。イカちゃんもやってくれるかな？こうやったらやってくれそう。あ、やってくれ。ほら。おー、ナイス、ナイス。おー、すごい、すごい、すごいじゃん。すごいね。で、こっちだ、今度。はい。はい、ナイス。おい！落ちちゃった、あの子。頑張れ。落ちちゃいましたよ、あの子。ハハハハハ。違いますよ。違いますよ。飛ぶとこ見たいんですよ、はい、僕は、正面から。はい。いや、じゃあ、これすらできなくなっちゃってるよ。もうかわいそうじゃないですか。ほら。うわぁ！何やってんの？何やってんの？何やっちゃったの？おぉ、なんかすごい。かっこいいですよ。やってみるよ。はい。え？あ、そうです、そうです。できた。大丈夫か？大丈夫か？頑張れ。あー、ほぉー、なんだ今の。じゃあ一瞬なんか床抜けたぞ今。まあ助走つけて、いけ、勇気を振り絞って。あ、うなちゃん最低なんですけど、今頑張って飛ぼうとしてたのに。ヒロさん見て。それ
こう矢印に沿って歩く。矢印に沿って歩く。そう、俺ならやってくれそうじゃない？よくよいかちゃん見て。矢印に沿って歩く。おお。あ、疲れちゃってる、疲れちゃってる。うなちゃんが突っかえてるから。疲れてる。うなちゃんが突っかえてるんですって。ごめん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 。次に進んでくださいよ。わかりましたわかりました。ここジャンプですよ。はい。はい。え？折れますか？うなちゃん今、うなちゃん瞬間移動っていうかなんか動機ずれっていうのか。いいですか？いいよ、ヒロさんやってみて。落ちたな。うわうわうわ。塗っていいぞ。うわ。そうだ。よし。うわ。いいだろ。クリアだ。あ、いいだろ。ここもジャンプでいけます。で、なんで毎回うなちゃんそんな、なんか。え？おかしいんですか？うまいでしょ？うまいもんでしょ？掘れるか？違いますよ。これなんかおかしいですって。いやいやいや、いけますって。ああ、ウィルさん落ちた。まあ、イカちゃんも落ちた。あれ、みんな意外と苦手か、ここ。あ、いけますけど。あ、うまい、ウィルさん。僕、いけますけど、うなちゃん。これから本気でやりますよ。もうポンポンって、真ん中まで行きます。じゃあやってください。いくよ。やってください、うなちゃん。はい。二段、二段いきます。はい、二段いきました。取れますか？テキラさん、テキラさん。さあ、ヒロさん、来れるか？ちょっとヒロさん、ヒロさん、まあ、二回目、二回目。それ見た、一回見た。ヒロさん、一回見た。あ、真似してる、真似してる。イカちゃん、真似しちゃった。真似しちゃってますよ。ダメじゃないですか、真似したら。じゃあ先に行ってくださいよ。ちょっと先に行ってくださいよ。何やってるんですか。もうやんないでください。ちょっとそれダメ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 。ちょっとダメ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 。ダメダメダメ。待ってるよ、俺ここで待ってるよ。ああ、落ちちゃった。うまい。よし。うまい。ヒロさんうまい。あいいですか。うさちゃん、これはギリジャンですよ、ギリジャン。あ、はい、ギリジャンですよ。またやった。3回目、3回目よ、それ。うなちゃん、これ通り過ぎて水に落ちちゃうんですよ。動かないで、ヒロさん、写真撮るときに。頭動かさない。早く撮ってくださいよ。撮るけど、頭動かさないでよ。ちょっと、写真撮りたいんだよ。早く早く、早く早く早く。写真撮るから。早く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 。なんか一人だけカメラ目線なんだよ。早く。なんで一人だけカメラ持ってるの？早く、僕を抑えられる自信がないんですから。はい。早く撮ってください。危ない危ない。はい、ということで、散歩、お散歩モードで、今回はやっていきたいと思います。なんか、スプラトゥーン3、散歩モードで1時間も遊べるのが、いいですね。相手の、ティファさんは、ローラーを使っております。まあ、せっかくなので、向こう行きましょうか。塗ってるか？ちゃんと。いた！あ、ちゃんとコロコロして塗ってる。スプラローラー使いなのかな？こんにちは。こんにちは。どう？やれてる。うわあ！危ない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 。やっぱスプラローラーだから塗るのは簡単なのか。最初の時でジャイロ操作は難しいからローラーなんですかね。ここ来れるか？こっち来れるか？ついて来れるか？あ、おいでおいで。落ちないようにな。ローラーで。来れるか？あそこいる。そうそう、でも、うまいね。初めてだよ。みんな、このローラーさん初めてだよ。うまいよ。うまい。じゃあ、さっきもやろうとしたんだけど、イカロール、教えてあげよう。これ。これできるか？初心者さん、頑張れ。頑張れ。ああ、こうです。これ難しいよな、最初。あ、あ、すごい、できた！すごい、すごい！じゃあ、次ね、こっち。これ。次これ。イカ登り。おお、危ない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 。
めっちゃ攻撃してた。今危なかったぞ、俺。あ、避けて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 、ごめん。ごめん。ごめんね。本日は、俺の他にもう一人ゲストを呼んでまして、この方に来ていただいております。どうぞ。皆さん、こんにちは。ひでよさんチャンネルです。へぇ。おーい。元気にやってるか？元気やってるか？あら、武器変えてる。ひでよさん。ひでよさん、来てくれました。ひでよさんね、初心者ちゃんにね、スプラローラーを教えてくれるのかなって思ってローラー持ってきてもらったんだけど、初心者ちゃん、シューター持ってる。全然違う武器持ってた。うねちゃんに騙されました。え、落ち込んでる。落ち込んでるよ。落ち込んじゃった。シューター教えてあげてくれ。教えてあげよ、教えてあげよ。仲良くしてね。危ない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 。何やってんの。危ないよ危ない。あのね、イカロールはね、こうやるんだよ。わかる？もう一回やるよ。こう。できるかな。あ、優しい、塗ってあげてる。あー。僕もね、最初はできなかったんだよ。頑張れ。難しいけど。こうだよ、こう。できる？お、イカロール。さっきね、俺もちょっと教えたんだけどね。ひでよさんもイカロール教えてくれるのか？お。お、なんだなんだ、攻撃、大丈夫か大丈夫か、あ、俺に攻撃してないかなんか。なんか、うなちゃん、初心者さんに嫌われてて、草。やられてる。うわ、危ない。危ない危ない。あ、自分から落ちてった。ちょっと勢いありすぎて自分で落ちてったぞ。コロ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 、落ちてったんですけど。ひでよさん、変なこと教えてないよな。教えてない。危ない、そこでやんの危ないぞ。ひでよさん、あなんか、ひでおくんについてってる。家来みたいになってる。ほら。ほら。仲いい。なんか教えてあげてるのかな。仲いいな。初心者ちゃんとひでおくん仲良くしてくれてる。あのね、ローラーはこうやって使うんだよ。こうやって上に向けて、コロ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 ってね、やるの。わかる？初心者ちゃんでき、来れるか、ここ。あ、乗った。あ、惜しい惜しい惜しい、頑張れ頑張れ、惜しい、あとちょっと。あー、また落ちちゃった。また手すり乗れない。また落ちちゃった。よう、乗れるか。そう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 。あー、落ちるのが好きなんですかね。もう一回手すり挑戦しよう。多分、イカちゃん、頑張れば来れるから。ちょっとだぞ、ちょっと。ああ、うまい、うまい、惜しい。ちょっと、ちょっと。あ、惜しい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 。ああ、危ない、危ない、危ない。危ない、頑張れ。あとちょっと。本当に、初心者ちゃん、あとちょっと。ナイス、ナイス。おー、乗れた。僕の教え方がうまいからですね。すごいわ。イェーイ。落ちないように。そう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 。うまい、うまい、うまい。うまい、うまい、うまい。ちょっと教えられたかもしれない。初心者ちゃんに。この、キャラコンを。手すりの上で歩くキャラコンを教えれたかもしれない。ほい。うまい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 。あー！落ちちゃった！あー！来るな。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 うわあ。
揮した後に。やばい。なんだそのカード。あー、つれえ。みかが、仲良くなってる。連携してる。よし、入った。ダメ入った。ダメ入った。あー、落とされた。うえい、無敵時間を使って倒した。うなちゃんに負けたの悔しすぎてくさ。ちょっと仕返し。え？ちょっと待って、初心者さんのとこ飛んできてる。ヒルさん？ちょっと、倒したと思ったら。あの二人、ナイスコンビネーションだ。はい、どうも、なぎです。本日は、スプラトゥーン3のステージに、模様を作っていきたいと思います。実は、スプラトゥーン2のステージには、点々模様、反転模様を書いたことあるんですけども、まだスプラトゥーン3では、やってなかったんですよね。なので、今回はスプラ3に、エクスプロッシャー、全エクスプロッシャーで、点々模様を作っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。本日はここのヤガラ市場というステージを、エクスプロッシャーだけで点々模様を作っていきたいと思います。みなさん、こんにちは。ひれおさんチャンネルです。今日は、なんか色塗りをやっていくみたいなので、色塗りって言うとスプラトゥーンと変わんないと思うんですけど、色塗りやっていきたいと思います。あれ？ひれおさん？ひれおさんやるよ。あ、そうそう、えらい。点々作っていくよ。ステージに。相手チームと。あ、危ない危ない危ない。かぶっちゃいそう、怖いな。ああ同じとこ塗られた。よいしょ。ちょっとね、この隙間を開けないと、綺麗に塗れないので。ひろさん、いいね。おいー。おいー。ちょっとかぶってない？おいー、かぶってないか、なんか。ちゃん、ついてこないでください。なんか同じとこ塗ってんですけど。危ない。ねえ、かぶってる。うなちゃん、かぶってる。おい、ちょっとひねおさん、少しかぶってないか、俺たち。あ、ダメだ、危ない。雨、投げ捨てたね、今。何やってんの。この方は、エクスプロ社が持ってないみたいなので、頑張って、若葉シューターで塗ってます。頑張ってください。え？なんか飛んできた。ひろさん！ひろさん、何やってんの？これ、ペット。僕のペット。リードで繋いだ。あ、こんなもんでいいかな。僕のペット。あ、いいんじゃない？こんなもんで。どうだ？縄張りの最後に見れるから。うわ！気持ち悪い！気持ち悪い、これ！ひりおさんは、どこかな？ここだ！はい、次はですね、このシューターの武器を使って点々にしていきたいです。でかい顔が、ちょっと邪魔だな、これ。俺が挨拶してるとこ入ってこないで。みなさん、こんにちは。なんか後ろにいるんですけど。しかもなんか遠近法俺使ってるみたいじゃん。皆さん顔でかいぞ、これ画面。まだ俺が頭でかいって言われたって怒られちゃう。皆さん、こんにちは。ひれおさんチャンネルです。点々を書いていきたいと思います。よろしくお願い申し上げ、存じ上げございます。こうやって点をいっぱいつけていけばいいんじゃないかな、こうやって。お、相手チームいる。これも交互に点々していきましょう。ちゃんとやってるか、ひれおさん。ちゃんとできてるか？やってる？うなちゃんがなんかついてくる。あ、いいね、ひれおさん、いいね。あ、じゃあちゃんとやってる、ひろさんが。えらい。いつもなんか変なことするのに。僕の靴は俊足だぜ。ひろさんがちゃんとやってるのかな、これ。ひろさん、何やってんの？走ってるだけじゃダメだよ。走ってんだよ。見たらわかるだろ。点々書くんだよ。ひろさん、なんで？ひろさん今一回止まったじゃん。ひ
方が書きたいんだよ。あ、じゃ、間違った。走りたいんだよ。皆さんは走りたい病だ。顔近いな。なんだ、何してきたんだ。いや、別に何でもないですけど。うなちゃんが塗ってるとこ汚いので、塗りに来たんですよ。何何がしたいの。わからない。ひねさんが何考えてるか俺にはわからない。うわっはっはっは、気持ち悪い。気持ち悪い。なんか足跡みたいじゃん、動物の。ですけど。おい、俺が落ちたとこずっと見てるなよ。わあ、うなちゃん生きてる。なんで？はい、よろしくお願いします。最後は竹で、もっと線を細く、本当に、点々だけで塗っていきたいと思います。おははは。無理やり塗って破壊してるな。あ、そうそうそう、ひれさん、そんな感じ、そんな感じ。そうそうそう、そんな感じで塗っていこう。僕は、これでオリオン座を作るんだ。オリオン座、オリオン座はね、こうでしょ。こう、で、こう。できた、オリオン座。あれ、こんなんだったっけ？待って、キモいんですけど。怖い人絶対いると、俺もあんまり好きじゃないし、気持ち悪いと思うので。なんか、絵の具のさ、試し塗りみたいになってる。ひどさ、自分の足跡、自分の足跡みたいになってる。すごいすごいすごい、うまい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 、キモいキモいキモい。うまい。なんか自分の通った道みたいになってますけど大丈夫ですか、ひろさん。おい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 。あはは、なんか出た、ひろさん。俺らなんか長いの出てきた。うわぁ、気持ち悪い。気持ち悪い、これ。すごっ。うわぁ、キモーキモー、気持ち悪い。なんかマジで気持ち悪い。キモ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 。何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くためにみんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって僕は救われると信じています。ぜひ助けてください。助けて。歩こう歩こう、僕は元気、歩くの大好き、どんどん行こう。